事故を起こしたバスの重量はおよそ16トン。検証では13トンのバスを使用して富士あざみラインを走行します。メーカーや車種によって違いはありますが、一般的に大型バスにはフットブレーキの他に補助ブレーキとしてエンジンの排気を抑える排気ブレーキとタイヤに伝える動力を弱めるリターダーが備えられています。排気ブレーキとリターダーはハンドル横のレバーで操作し、フットブレーキは乗用車と同じように足元のペダルを踏む形です。フットブレーキを使う割合って全ブレーキのうちの何割ぐらいっていう感覚ですか今？どうでしょうか、割り数ってのは難しいですよね。なるべくブレーキを使わないような操作をするっていうか、はい、今この状態でフットブレーキって使ってます？使ってない。3つのブレーキはいずれも圧縮エアーと呼ばれる空気圧を利用した仕組みです。ブレーキを使うとエアーを消費し、反対にアクセルを踏めば補充されます。捜査関係者によりますと、今回の事故ではフットブレーキの使いすぎによってブレーキが効きにくくなるフェード現象が発生した可能性が高いということです。2つの補助ブレーキは一度に消費するエアーはそう多くはありませんが、フットブレーキは強く踏み込めば踏み込むほど多くのエアーを消費します。実際にこういった急な勾配の坂を下っていてですね、フットブレーキを多用しすぎてしまうと、はい、エアがなくなってきちゃうことあるんですか？ありますね。エアがなくなってくるとなんかこう どうやって分かるんですか？それは運転席のところに警告灯がつきますんで、はい、あ、メーターがあるんですね。はい、ブザーが鳴ると思うんで、あ、一定のところに来ると、はい、停車した安全な状態でフットブレーキを強く踏み続けてもらうと、要するに安全なところに止めてくださいって、もうエアがなくなってるから止めてくださいっていう。だからブレーキ何回も振ってればエアがたまらずもうなりっぱなしってことだと思う。これまでの捜査関係者への取材で、事故の前にバスの車内で何らかの警告音が鳴っていたことが分かっていて、ブレーキ関連のアラームと見られています。回転が上がるんでエアがたまるんですけど、坂道下り坂でアクセルは踏めないんで、もう誰しもそうですよね。アラームが鳴るのはいわばフェード現象の前触れ。アクセルを踏めない状況でブレーキを使い続ければいずれは全く効かなくなります。そしてバスは事故現場付近へ。今降り始めて15分が経ったところです。事故現場に近づいてきました。下りカーブがちょうどここでですね、一旦勾配が緩くなるところです。あ、見えてきました。山側の斜面が大きく削れているのが分かります。あ、花が手向けられています。ここがバスが突っ込んで横転した場所です。あ、ここは一回勾配が緩やかになってちょっと上ってますね。少しここの場所くぼんでいました。ずっと下りだったんですが、下りが緩やかになってちょっとくぼんで上る手前が事故現場でした。まあわずか10分から15分ぐらい、今は15分かかりましたけど、はい、そのぐらいの時間でフットブレーキを多用しすぎて効かなくなるってことは起こりうるものなんでしょうか？今までの経験上では、はい、ない。僕は運転手とした場合ですよ、はい、今回の事故じゃなくて、はい、今までの経験上では
僕らはなかったと思います。たとえフットブレーキを多用していてもですか？いや、使いすぎた場合はあるでしょうけど、はいはい、あの距離でブレーキだけ下るというのは難しいでしょう。カーブがきついんで、はい、多分速度が出ちゃうんで、うん、かなりの速度出したらあそこへ来る前にもう多分おかしくなってるんじゃないかなって気がするんですよね。番組で行った独自検証、同業者が事故が起きた場所を走って感じたこととは。単刀直入に言わせていただければ、やはりカーブがきついんで、やはりあそこはやっぱり低速で下るという、要するにその運転士さんの技術力ですかね。もう時間は別問題としてね、だから普通に走れば普通にこうやって来れるんで、やはり自分自身がああいうふうな立場になった場合であれば、やっぱり速度というのは重視して下りたいですね。